というわけで本日はこちら上石神駅から徒歩15分ぐらい梁山泊さんにやってまいりました。いやーというわけで茶花長の理想のチャーハンを追い求める旅ということで、思いついた時にいろんなチャーハンをいただいてるわけなんですけれども、なんでもこちらのお店絶品肉あんかけチャーハンがいただけるお店ということで、今回も見逃せないお店ですよね。果たしてどんなお味なんでしょうか。それでは今日も張り切ってガー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 。さあというわけで今回も懲りずにやってまいりました。上石神吉祥寺駅のちょうど中間地点にありまして、どちらの駅からも遠いということで、ほぼ青梅街道を使ってらっしゃるドライバーの方向けのお店といった感じなんですけれども、カウンターだけのお店にもかかわらずむっちゃ盛り上がってましたね。果たしてどんなチャーハンなんでしょう。それでは現場のタゲナガさん、はいよーい、こちら現場のタゲナガさん、というわけでこちらが肉あんかけチャーハンの大盛りです。醤油だしの効いてこのあんの香りたまりませんね。そういった次いただきましょう。チャーハンはやや味のあっさりしたスタンダードなタイプのチャーハンなんですけど、この上にかかってこの肉あんかけがね、むちゃむちゃ味が濃くってバランスが取れて、これなんかどこをすくってもお肉がいただけるっていうことで、これが本当にうまい。決まりましたね、これは夢で。あんがかかってるということで、いつまでたっても熱々のまんまがキープできるっていうのはありがたいですね。いや、これ中華スープ味が優しいですね。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いやー美味しかったですね。あの素朴な味の濃いあんがですね、もうただのあんっていうんじゃなくって、もう調味料的な感じでチャーハンの美味しさを引き立ててましたね。でずっと同じ味なんで飽きるんじゃないかななんて懸念ありましたけれども、全然そんなことなくって最後まで飽きずにパクパクといただけましたね。いやーあんの力恐るべしといった感じでしょうか。というわけで皆様もご興味ございましたらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところでまた次回の動画でお会いいたしましょう。本日はこちら梁山泊さんよりお送りいたしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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